海外のね、ストリートピアノを一回行ってみたいですね。はい、夢ですね。まあ、金と時間があったら、ぜひ行ってみたいです。今ね、名古屋の JR ゲートタワーのピアノを弾いて、安城に戻ってきまして、スーパーでビールと刺身を買ってきて、チェックイン、今休憩してます。クリア朝日、2本目です。2巻目。この後ね、岡崎駅で、JR 岡崎駅でストリートピアノを、があるんで、この後ね、JR の岡崎駅にストリートピアノが設置されたということなんで、ぜひ、ちょっと行ってみたいなと思ってます。ちょっと終電までやってるいうことなんで、ちょっと遅い時間になるかもしれませんけども、ライブやろうかなと思ってます。それでは、これはね、あの兵庫県の小豆島、岡山県か、の小豆島のピアノらしいです。道の駅にあんのかな。小豆島は行ったことないですね。小豆島ってどうやって行くんやろ。岡山から船ですかね。淡路島のなんかピアノがあるんで、そこはちょっと行ってみたいですね。神戸からね、近いんで。こんなんで休んでます。もうちょっと休んで力を貯めてから JR 岡崎駅に行きたいと思います。 JR でね、一駅なんで片道200円ぐらいかな。それで行けますんで、行きたいと思います。すごいですね。すごいテクニックですね。外でね、弾くのもいいですよね。この暖かい時はね。冬はもう無理ですね。ああ、綺麗やね。自分もね、このNHK に取材を受けてテレビに出たことあるんですけどもね、もうわずかですね。時間にしたら1分もないぐらいですよね。インタビューも受けたけども、それはカットされてて、演奏だけちょろっと流してもらいました。この人の演奏を聴くのもいいですね。自分はほら、自分で弾いてばっかりやけども、他の人の演奏をじっくり聴くのもいいのかもしれませんね。まあ、クラシックは僕はちょっとあまり興味なくて、クラシックってなんか譜面通りに強弱つけたり表現するじゃないですか。それはちょっと僕は納得いかないんで、今オリジナルでね、
やってますけど、やっぱり気持ちよく込められるのはやっぱりオリジナルとか即興でしかないと思いますね。クラシックで気持ちを込めてもなんか不自然な感じがしますね。切ります。皆さんこんばんは、まことです。ファンビル2巻目です。今回は三重県と愛知県のストリートピアノを、聞きたんですけども、サプライズがありまして、今日の朝ね、三重県の桑名市の宝城寺っていうお寺に行ったんです。朝9時かな。そうしたらね、なんか粋なカップルがお寺でなんかデートしてたんです。その時は気づかなかったんですけども、車止めて出ようとしたらなんか声かけられて、よく見たらマリオストーリーさんでした。めっちゃびっくりしました。あ、でもほんまに、あ、こんな朝早くから、来てもらって本当にありがとうございます。演奏も聴いていただいて本当に感謝いたします。あのお寺の静けさの中で二人座ってじっと見てられたらちょっと緊張しましたけど、楽しかったです。ありがとうございます。一緒にね動画撮りましたしね、写真も。また動画の、公開楽しみにしてますんでよろしくお願いします。どんどん出してくださいね。ありがとうございます。で、タバチョイさんがなんかマリオストーリーさんに夜中の2時頃、メッセージ送っていただいたみたいで、今回の自分の演奏旅行っていうんですかね、ありがとうございます。タバチョイさんもほんまにいつもありがとうございます。この後ね、JR 岡崎駅、東海道本線で、まあ、一駅東側なんですけどもね、ここにストリートピアノがあるっていうことなんで、ちょっとライブでもしようと思ってます。終電までやってるいうことなんで、ちょっと時間気にせず行きたいと思います。そんな感じです。で、またライブ終了後はちょっと刺身でもいただきたいなと思ってます。近くのねスーパーでまた刺身を買ってきました。これね半額でしたね。切らなあかんですよね。これを切っていただきたいと思います。刺身醤油今回忘れたんで買いました。ちょっと冷やしときます。それでは一旦切ります。岡崎駅でピアノを弾いて安城に戻ってきました。あれホテルです。近いです。で、部屋に戻ってからまた飲みたいと思います。中国は
10年以上前からアフガニスタン国内の銅や石油の開発計画に乗り出してきましたが、治安の悪化などで開発が中断される状況が続いてきました。それだけに中国にとってはタリバンと連携して資源の採掘を加速させる思惑とみられますが、もし IS イスラミックステートが台頭し今後治安が悪化すれば中国も事業を見直さざるを得ないかもしれません。特に先月には IS が中国人の宿泊するホテルを狙って襲撃した。皆さんお疲れ様です。さっきね、岡崎駅でピアノ弾いてきて、ホテル戻ってきました。ちょっとまたビールと刺身をいただきたいと思います。これね、あの塊やったんでちょっと切らなあかんんですけど、かなりの量なんですけど、これ食べたいと思います。お茶を持ってきてにして、この内部で出てます。岡崎駅でね、ピアノを弾いてたら、なんかお兄さんが絡んできて、この曲弾けますかとか言って、譜面渡されて、なんかいろいろずっとなんか喋ってきて、落ち着いて弾いてられなかったんで、ちょっとね、次話してたんです。なかなか帰らないんですね。もう寒いし。この後ちょっとだけ弾かせてもらって、戻ってきます。あんまりそんな弾いてる時に話しかけんのはあまりかもと思いますね。動画撮ってますんで、また見てください。カードね、肩に持ってないか。ビール飲んで。それによりますと、アメリカでは。皆さん、乾杯。お疲れ様でした。過去の感染やワクチン接種で得た免疫から逃れる性質が、これまでの変異株の中で最も強い部類に入るとみられるということです。一方で、昼間は暖かかったけどね。夜はね、めっちゃ寒いですね、この愛知県岡崎安城市。こうしたことから、XBB.1.5 について、世界的な感染者数の拡大につながる可能性があるが、感染力の強さの推定は、今日はまあ、いろいろ、いろんな場所に行けてよかったと思います。京都の自宅を夜中3時前ぐらいに出て拘束できたんですけど、朝早く着きすぎて車の中で仮眠して、それからガスト行ってから朝9時に北条寺かな、三重県桑名市のお寺に行ってきました。さっきも言いましたけど、マリウストーリーさんが僕が到着するまでに北条にいたかったんで、福井なの。それから星ヶ丘テラスに車で行って、駐車場を止めて、ライブやったんですけどね、途中でなんかバイバイ切れて8分ぐらいしか切れてませんでした。あと
このスーパーホテルの駐車場に車止めさせてもらって、これが昼の1時過ぎですね。車止めさせてもらって、名古屋駅に行きました。名古屋駅の構内、隣接してる JR ゲートタワーの15階にピノがあって、そこでも弾いてきました。あんまり弾いてる人はいなかったので、結構弾いてました。名古屋駅の JR ゲートタワーのピアノの後は、チェックインか、ホテルにチェックインして休憩して岡崎駅に行ってきました。岡崎駅のピアノ結構弱音機とかかけてないんで音大きいんですよね。やっぱりちょっと、バランになると寒くなって、指が動かない。かじかんで動かなかったです。この写真多すぎんな。多いんだ。何か。ちょっと多すぎますね。食えないな。一回やったら別に冷凍して後で焼いてくることもできるしね。いい量の刺身が置いてなくて、これ以外はね、1種類の刺身にちょっとしか置いてなかったので、こんなにしたんだけど、で、冷凍してまた持って帰りました。もったいない。これでも多いかな。冷凍庫、フリーザーに入れておきます。これは何なの？今頃ブームがあるし、カット足元では 3% 上回るですね、物価上昇、消費者物価上昇というのが見られます。単価を解消するということも一つ課題としてあるというふうに思っています。その上で金子会長は、物価上昇による実質賃金の低下から生活を守る春闘の取り組みとなるように要求に盛り込んだと述べました。基本給を引き上げるベースアップに相当する一律の要求額は今年も掲げませんが、それぞれの労働組合ごとに中長期的に目指すべき賃金水準に向けての賃上げを求めていく方針です。また労使が協定を結んで定める企業内
界最低賃金は18歳で去年より5000円引き上げ、年収17万3000円以上を求めることにしています。景気ないのじゃ綺麗にな。制度に加盟する各労働組合は来月中旬に制度の前に要求書を提出することにしています。一方、大手電機メーカーなどの労働組合で作る産業別労働組合電機連合は、昇給分を確保した上で基本給などを引き上げるベースアップ相当分として月額7000円以上の賃上げを求めることで調整を進めていて、今月26日の中央委員会でこうした方針を正式に決定することにしています。アジアでの脱炭素に向けて日本政府が働きかけを本格化する中、日本の発電事業者の商社などがタイの石炭火力発電所で燃やしても二酸化炭素が出ないアンモニアを活用するプロジェクトを共同で進めることに合意しました。今日はバンコクでちょっと休憩します。ちょっと沈黙しますけど、日本最大の発電事業者ジェラや三菱商事などがタイ東部にある石炭火力発電所でアンモニアを混ぜて発電する事業を共同で進めます。アンモニアは燃やしても二酸化炭素が出ず、石炭火力を活用しながら脱炭素を進めることができる技術として注目されていて、実用化すればタイでは初めての事例になる見通しです。東南アジアでは石炭やガスによる火力発電の割合が高く、エネルギー供給の拡大と脱炭素とをどう両立させるかが課題となっています。日本政府はアジアでの脱炭素に向けてアジアゼロエミッション共同体構想を打ち出しており、事業の具体化を進めています。鳥インフルエンザの発生が全国的に過去にないケースが相次ぐ中、福岡市内のスーパーでは卵の仕入れ数が計画の10分の1まで減少する事態が起きていて、明日は夕方4時から仕事なんでちょっと早めに帰りたいと思います。今シーズン鳥インフルエンザの発生は、また旅行支援のクーポンをもらったんで、あ、これかクーポン2000円分ですね。去年は3000円分もらったよ。2000円だけです。なんかこの QR コードでスマホで表示させて買い物できるそうです。今週は10分の1の100パックしか確保できていないということです。また卵は価格面でも鶏の餌となる飼料価格の高騰などを受けて値上がりが続いていますが、鳥インフルエンザの影響もあり M サイズの10本入りのパックが昨日の時点で刺身多いな。その下、ロンドン株式市場の株価指数は上がっています。気象情報です。明日の天気です。西日本は昼頃から次第に雨が降り、雷を伴って激しく降るところもありそうです。東日本と北日本は夜に所々で雨や雪が降るでしょう。予想気温です。最低気温、最高気温ともに今日と同じくらいか高いところが多くなりそうです。週間予報です。明後日土曜日は広い範囲で雨や雪が降るでしょう。日曜日は曇りや雨のところが多くなりそうです。ニュースをお伝えしました。
去年の暮れの富山県、石川県の4泊5日に続いて、今年四国は1泊2日ですよね。で、今回三重県、愛知県、ちょっと旅が続いてるんで、ちょっと休憩入れたいですね。ちょっと多いな、食えないな、失敗やな。ゆっくりと思います。一回切ります。どうもね、刺身とビールだけです。こうした絶景を求めて年間1000万人が太平洋を越えて訪れます。やってるか、本当だ。小島からなるハワイ諸島は海底火山の噴火によって生まれました。雄大な山々、白い砂浜、快適な気候、地上の楽園と呼ばれています。カリフォルニアから4000キロ、太平洋に浮かぶこの島々は本土から遠く離れたアメリカの州ですが、その警備は厳重です。太平洋の玄関口であるハワイは、パールハーバーなど11の軍事基地と数多くの訓練施設がある重要な戦略拠点です。人口は150万に満たないものの、誰もが土地を手に入れるのに苦労しています。夢のハワイは世界の YouTube やりだして、まあストリートピアノと、まあストリートピアノの YouTuber っていうのはあまり交流は持ってないんですけど、フィリピン系のね YouTuber の方とはすごい仲良くさせてもらってます。マイルストーリーさんもそうですし、Go to フィリピンチャンネル、今はね Go to ピナーチャンになってるのかな、名前が。あとチャケチャンネル、MK の2、日本でフリーピンを楽しむチャンネル、タバトイノブチャンネル、あとデイブチャンネルとか、いろいろあるんですけども、あとマリタカさんもいますね。なかなかそのストリートピアノ系の YouTuber でこう仲良くなるっていうのは難しいかもしれない。やっぱり意味、やっぱりライバルみたいな感じになりますしね。フィリピン系 YouTuber 同士っていうのはすごいフレンドリーで、いいんですけども、あ、ハワイもいいですね。これ向こう寒いと暖かいところに行きたいですね。ハワイ音楽もいいですね。ちょっと飽きてきましたね。そしていくつも管理しています。
また明日から仕事頑張ります。明日夜勤でまた休みですね。なんか休みが多いな。あんまり休みが多いとね、給料が減っちゃうんで困りますね。夜勤手当が結構大きいんでね、夜勤の回数が増えるとちょっと給料が減ったりします。まあ、皆さん YouTuber で今年の目標とか抱負とか言ってあるので、ちょっと自分なりに今年の目標ちょっと考えてみたいと思います。まず、そうですね、とにかくいろんなことにチャレンジする。まあ、今の YouTube チャンネルの内容ですよね。ただ演奏するだけではなく、もっと皆さんが興味を引いてくれるような動画作り、それをちょっと試行錯誤しながら反応を見ながらちょっとやっていきたいと思います。こんなん絶対見てくれへんというような動画ね、視聴回数増える場合もありますしね、なかなか難しいですね。あとまあ曲作りもね、頑張りたいと思います。曲はね、こう作ろうと思ってもできなくて、何かの拍子にできちゃう感じですね。即興でメロディーが生まれたり、なんか作ろうと思ったらね、不自然なメロディーになってしまうんです、どうしても。即興で弾いてると時っていうのはこう考えて作ってないし、感じるままに弾いていくんで、そのメロディーがとても自然に聞こえるんですよね。それがいいんですよ、多分。毎週水曜はランディとプリムローズがショーに出る日です。ウクレレに合わせてフラを披露します。演奏の観客を楽しませ、今回の三重県と愛知県の演奏旅行、演奏旅行といっても一泊二日ですけども、Facebook に載せたら結構ね、反応があって、70人以上ぐらいグッドボタン押してくれてありますね。ありがとうございます。今までそんな演奏の動画とか出しても数人でしたしね。10人行くっていうのはあんまりなかったですね。でも昨日出したところで70人以上超えてましたね。これはちょっと嬉しいですね。グッドボタン押してもらってる人がね、チャンネル登録してもらって聞いてもらったら一番いいんですけどね、なかなかグッドボタン押してもチャンネル登録もしてもらってないみたいです。ただ今日一人チャンネル登録者増えましたね。誰が登録したのかわからないですけど、あれ登録したらなんか誰が登録したかわかる時もあるんですけど、わからない時もありますね。あれはなんか設定でできるんですかね。この YouTube の時はあんまり詳しくわからないのでわずかです。税金が高額なため、ほとんどの人は土地を手放さざるを得ませんでした。今何時かな。一族は長年この地で暮らしてきました。祖母によると、元の今11時ですね。ここは
また夜中お風呂入りに行きたいと思います。11時ぐらいから朝の6時半ぐらいまで入るみたいです。スーパーホテル、ここのホテルは、あんまり広くないんですけども、まあ快適ですね。チェックアウトの手続きがいらないのがいいですね。あと鍵がないんでね、暗証番号でドアが開くんで。こんなんで、ちょっと今日はゆっくり休んで、また明日から仕事頑張りたいと思います。ライブ見てくださった皆さんありがとうございました。また頑張りたいと思います。やっぱりこの間の神戸の、コラボした西本海星さんとかと一緒にやってたので、すごいなんか、インスピレーションが湧いてきて、すごいなんか思いがけない演奏ができたりするんですけども、赤が一人で弾いてるとこの、なんていうの、気持ちがね、高揚してこない、あんまり。ほんで寒いんでね、なかなかやっぱり熱が入ってくるとほとんどまでいけるんで、それがいいですね。弾いてる時に自分が熱が入ってるなっていうのが分かるんですよね。そういう時はもう何も考えてない、誰が見てるとか何も考えてない、もうただひたすら弾くだけ、それがいいですね。そういう時になんか思いがけないメロディーが出てきたり演奏ができるんですよね。ただ単に何も感じずに弾いてるだけでは演奏はできないですね。またこれからも頑張りたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、マリオストリーさん、今日は朝早くから、会いに来てくれて本当にありがとうございました。またライブよろしくお願いします。また誘ってくださいね。ありがとうございます。それでは失礼します。おやすみなさい。ありがとうございます。州都ホノルルでは大通りを数百人が行進しました。ハワイ王国を称え、最後の女王が退位した日を記念するためです。また動画ね、いっぺんにはできないんですけど、ぼちぼちできるだけ早く編集して公開したいと思いますんで、ぜひ見てください。ありがとうございます。失礼します。では1月17日、アメリカ人が主体となって起こしたクーデターによって